ポロライブ、皆さん本日はよろしくお願いします。最後尾じゃなくてお願いします。昨日は本当にお疲れ様でした。なんとですね、皆さんが昨日めちゃくちゃ頑張ってくれたので今日から9秒3名です。なのでね、3名、皆さん本日も一日頑張っていきましょう。それでは今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。暴力反対エグい。渡め、ログインボーナスもらいに行かない？パトロールな、パトロール3番な。ログインボーナスって何？行きたい。ログインボーナスってギャンブルでね、1日1回無料ガチャ回せて。ギャンブルじゃねえか。やめてくれ、ギャンブルなんて。無料無料なの。ちょっと待って、そうだ、言い忘れてた、言い忘れてた。最後に一つ言っとく。今日からなんかこの中に噂によるとギャンブルやってサボってるやつがいるようだな。あ、誰？というわけで今日からギャンブルに行ったところを抑えられたやつはその場で写真を撮って壁に写真をデカデカと印刷してそこに血税を使い込んだカスとして貼り付けてもらう。税金泥棒として、うん、自分の給与突っ込む分には問題ないだろう。勤務中にやってんのが問題だっつってんだよ。誰もいないよな。焦る。誰もいないよね。ないよな。いないね。で、ちょっとここ無線一回さ、あ、待って、後から後から。いや待って、無線先にやった方がいいか。これワンチャン入ってなければ、ルーレットを回してなければ、ただ巡回に来たと言い訳がつくから、この間にキーワリやって。何言ってんの？あれ、これワンチャン入ってなければ、ルーレットを回してなければ、ただ巡回に来たと言い訳がつくから、この間にキーワリやって。何言ってんの？あれ、これ…のえちゃんどうした？ラジオ入ってるよ、ノエル。のえちゃん何言ってんの？申し訳ない。なんも言ってないです。なんでだろう、ラジオがちょっと壊れてて。あ、今巡回してます。え、巡回してます。のえちゃん、なんか事件？あ、事件ないです。ないんで、大丈夫です。一人で対応します。はーい、オッケーです。オッケーです、すいません。あれ、なんか…やってる、やってます、あれ絶対。急いでさ、回そうぜ。もう、今警察じゃねえ。急げ。急げ、これ時間との勝負だから。気を、OKOK。いやー、帰ってきたー。ただいまー。よっ。ただいま、今日も来ましたぜ。お、やってますねー。あ、これあれ、ログボを回しに来ただけなんで。そうですよね、ログボですよね。そうです、大丈夫ですよ。大丈夫です。お名前、ノエルさんって言うんですか？あ、どうも。ふぶきさんって言うんですか？そうです、院長やってますよ。あ、病院でよくお見かけします。そうですね、大丈夫、チクったりするんで、よければ、私、ギャンブル友達、ギャン友になっていただけませんかね。あ、連絡先交換すか？あ、よければ、どうですか？ちょっと、なんか、ありましたらよろしくお願いします。あ、ぜひぜひぜひ。ありがとうございます。私もね、ちょっと遊んでください。いや、遊びますよ、カードゲームしか勝たん。じゃあ、今からちょっとカジノで確認してきます。いらっしゃい。団長、今、うん、あれ、本日、風間、ちょっとファイティングポーズをやめていただいても。まずは話を聞いてくれ。なんか違うんですよ、はい、団長、やっぱね、市民の方々にちょっと寄り添う、今日は、いろんな人と触れ合っていこうという、うん、はいはいはい、あー、なるほどね。ありまして、カジノに誰かいるんじゃないかと思ったら、うん、さっきね、ふぶきさんに会ったんですよ。緊張あったんですね。あ、そうそう、それで連絡先を交換しただけなんです。あ、そうなんだ。大丈夫です、もう帰りますんで安心してください。ちょっと待っていいですか。はい、持ちますよ。あ、すみません先輩、カジノで見っけたんですけど、ノエル先輩を。あ、ちょっと写真撮って、画面分かるように写真撮っちゃって。
あ、わかりました。ちょっと、風間先輩に怒られちゃう。ふぶきさん、ふぶきさん、どこにいらっしゃる。あれ、さっきまで、あれ、いたんですけど、あれ。あ、嘘だったか、そうか。なんだ。あ、じゃあ、電話しますよ、電話。あ、ちょっと待ってください。電話。こら！ちゃんに。ダメですよ。あ、します。じゃあ、風間が電話します。風間が電話します。電話、オッケーオッケー。頼む、これは心の声。ふぶきんと、ギャンブル友達。はい、もしもし、はい、あ、すいません、ふぶきんと、お疲れ様です、ね。あ、お疲れ様です。すいません、ちょっとつかぬことをお伺いしたいんですけれども。はいはい。先ほど、うちの、ノエル先輩とお会いしました？カジノで。いやカジノにはまだ誰も来てないですよ。ちょっと、あ、でも、まあ、一人いらっしゃったんですけども、そう、警察の人ではなかったですね。あ、そうでしたか、わかりました。ありがとうございます。すいません、失礼いたしました。はい、違うんです、あの、あれ、これちょっと違う働きが、働いてる。先輩、ノエル先輩、ひどいよ。先輩、そんなことない。本当に本当だもん。見たもん、キツネ見たもん。キツネ見たもん。でもね、ほら、うちの所長が苦しんでるんです。なので、わかりました。なので、ちょっとそこ止まっといてもらっていいですか。じゃあ、撮りますね。はい、はい、どうぞ。もう逃げも隠れもしないですよ。あ、のえちゃん、初任、所長室来て。怒られるやつじゃない。見とこ。今向かいます。え、そこ座ってください。あ、ドア閉めてね、ドア。はい。何かのオーディションですか、これ。あれ、なんか、なんで呼ばれたかわかる？いや、なんだろう、お給料が上がったから、その、口座どこに振り込むかとか、そういう、もろもろですかね、事務的な。本当にそうだと思う。今だったら、まあ一回見逃してもいいかなと思ってるんだけど。あ、ちなみに、もうスバルは本当にみんなが頑張ってくれて、はい、頑張ってくれたから、じゃあ給料3倍にしようかなってなったんだけどな。正直に話します、はい、なんかスバル所長には嘘つき、あの ログインボーナスはもうかんかなって思って。ログインボーナスって何？いや、さっきいや、これどうなんですか、あの副所長、これ話してもいいんですか？お前もなの？違う、お前もってこと？違う、副所長は、違う、副所長は全然悪くない、大丈夫、単独なんですけど。じゃあノエル、本当に一個だけノエルが見逃せることがある、条件がある。え、なんでしょう？ノエル、お前これからカジノ行ってもいいけど、カジノに来た警察の仲間ちゃんと写真撮ってスバルに報告しろ。キノコ狩りしよう、キノコ狩り。 あ、ちょっと待って、電話来たわ。キノコ狩り、マジっすか。じゃあキノコ狩りやって時間あったらさっき。もしもし、うっせえ、はいはい、どうしました？なんかちょ、やめて、なんでも洋服選んでただけなのに。違う、オタクの違う、おともせ違う、カーデさんって方、これなんかグルパッチもらったんですけど。カーデー、今日はどうなってるんですか？いや、すいません、何番ですか？すぐ迎えに行きます。8045にいるんで、ちょっとねえ、言わないでって。了解です、向かいます。すいません、失礼します。ねえ、なんで作ったの？もうすぐお母さん来るからね。すいません、ちょっと用事が、すいません、行ってきます。かなで、どこいる？あ、いるわ。すいません、今かなでちゃん喧嘩してます。あ、了解、迎えに行きました。すいません、とはお待たせしました。どうしました？違う、あ、なんか殴っちゃったみたいで。そうなんですよ、違うんです。殴っちゃった。この方なんか危ないんで、一人で行動させるのやめてもらっていいですか？渡辺さん、手開いたら。確かに、お母さんはいつも離れた状態なんですよね。いや、かなで、かなで、どうしたの？お母さんの目を見て話して。この人が警察の制服に対して文句を言ってきたんすよ。すいません、こちらで指導しておきますんで。すいません、なんで？すいません、痛み分けです。すいません、殴ったんで、すいません、これで痛み分けで、すいません、こちらもすいません、絡まないように指導しておくんで。
あ、ありがとうございます。すいません、ほんとすいません。なんでだよ、じゃねえかなめ、お前お前、勤務して何分で事件起こしてんだ。まあ、殴っちゃダメなんだよ、警察は。あっちにいる、あっちにいる。こっちにいるよ。もしあれ待って、あのパトカー誰だ、かなめ、誰だ、かなでパトカー乗ってる、かなでパトカー乗ってますか、あ、ちょーい、ごめん、かなでかなでかなでちゃん、無線入って、無線すいません、これを、あ、こんちゃーす、はい、なんでお前どこに行ったかと思えば、あ、車を直しました、ボロボロですね。いや、そうそうそう、先輩も直しますか、あ、直してもらっていいですか、もちろんですよ。これって経費でできますか、車って、カスタムって経費ですか、経費なくなったんで、あの、自費になりました、給料いいんで、うち、経費じゃなくなったんだ、嘘だろかー、許せねえ、許せねえ、警察、警察、今警察いなくなりました、かなで、お母さんなんて言った、かなで、お母さん何人だよ、あんた時間的に最後フリーがあるかもなんて一応注意で、お母さんに人覚えないです、了解です、今刑務所送り、悲しいよ、お母さん、そんなこと言われたらマジか、悲しい、かなちゃん、お母さんね、か、母ちゃん今3人いるねん、誰3人ってラップマリン、マリン船長とノエル先輩とスバル先輩、お母さんね、もうね、あんた何回、何回サボるだって言ったね、お母さん、ハハハじゃないよ、あんた、はい、お母さん悲しいんだからね、お母さん悲しいの当たり前だろ、ごめんなさい、あんた報告もせずこんなカーサービス行って、お宅の娘さんに殴られて出血して死にそうなんですけど、病院呼んでいいですか、はい、もちろんです、すいません、何さん、かなでちゃん、何すか、かなちゃん、あの、車ピカピカになった、ピカピカになりました、じゃあ仕事に行きなさい、かなちゃん、お母さんこんなところにね、ずっといるかなちゃん見たこと、見たくない、かなちゃん、お母さん、お母さんね、働いてるかなでちゃんが見たい、あんた気が向いたらギャンブル行って、血税の無駄遣いやめなさい、かなちゃん、でももう24時ですよ、早いけかなでしょうがないな、お母さん、じゃあ行ってきます、はい、行ってらっしゃい、おい、やばい、おい、ちょ、操作がうずい、気をつけて、か、かなちゃん、かなちゃん気をつけてね、働きますね、どこに行けばいいんすか、パトロール、パトロール、オッケーです、任してください、かなちゃん、信じてるよ、はい、逃走、ちょ、マリ、マリお母さん、え、カッパ、マリお母さん、あ、お母さんいるよ、ちょ、キャバクラ連れてってくれませんか、キャバクラ行きたいの興味あんの、で、ちょっと見てみたいな、かなでお前、お母さん言ったよね、仕事してほしいって、かなでお前働け、ちょっと助手席乗ります、早く行け、早く行け、お前ねえ、なんでこれしょうがない、もう行くか、なんか世界って残酷なんやな、こんなに頑張ってるのになんでこんなことに、本当にこの GTA さ、なんでこんなことにが多すぎる、あまりにも、なんでこんなことになっちゃったの、おかしいよこんなの、所長頑張ってただけなのにこんなことになっちゃって、所長ってなんだ、所長って一体何なんだ、俺もうわからないよ、何が正解で、そしてまだ2日目という、俺所長初めてだからよくわかんねえけど、所長ってこういう感じなの、所長になったらみんなこうなっちゃうの、ちょっとツイックス見るか、いったー、またなんかよくわかんねえツイートしてる説あるしな、レイねー、素晴らしき猫カフェ感動しちゃった、安い、奏で、奏で、せめて遊ぶならカジノで遊べよ、いや言っとるやないかお前
バルは何か間違えちゃったのかも、教育方針を。皆さん本日は本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日もナイスファイトでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあお疲れ、解散。何やってんねー、逃げてごらん。ちょっと待って、かなでは11はこのままだ。